JR 札幌駅の近くで今日、バスの案内板を見ながら戸惑っている親子がいました。降りるところと乗るところが全然違うのも、せめて一緒にしてくれたら、なんか辿ってきた、来た道辿ればいいからいいのになって思って。落合郁美さんと高校生のあこさんです。通院のため洞爺湖町からバスで札幌に来ました。スマートフォンで撮影した地図を見ながら停留所を探します。札幌駅バスターミナルは駅前の再開発のため9月末で一時閉鎖しました。バスターミナル内にあった18のバス乗り場は先月1日から駅周辺の広い範囲に分散して移転しています。これが利用者が困惑している理由です。都市間高速バスの停留所は道庁の東側北三条広場の近くに、その北側は新札幌や手稲方面などを結ぶ JR 北海道バスの停留所エリアです。上鉄バスや道南バスの停留所はこれまでのバスターミナルに近い東急百貨店の近くに設置されました。先ほどの落合さん親子が探し歩いて7分、仮設のバス乗り場を発見しました。自分が今どこにいるのかが分かんなくて、だからなんかもっと目印になるものがなんか書いてあればもっと分かりやすいのになって思いました。角にそういうのがあったらいいのかもしれないですね。駅から向かってきて700m 先とかなんかそういうのが、確かになんか導いてほしい分かんないもんね。分かんない。特に都市間高速バス乗り場の周辺では案内パンフレットを見ながら歩く人や、迷った末にようやくたどり着いたという人が今日も多く見られました。いつものバス停のところに向かってて途中の看板で気づいたって感じですね。ちょっと慣れなかった。ちょっと慣れない。来るのに時間かかりました。立ってするのはとっても大変だからね、ギリギリの時間に来ればいいけど、ここはやっぱり冬はとても寒いと思いますよ。札幌駅バスターミナルの閉鎖から1ヶ月、仮設バス乗り場の周知不足や利便性などの課題が浮き彫りとなっています。